見つけた。<laughs> 君はかくれんぼ上手ですね。お姉ちゃん見つけられなくて泣きそうでしたよ。大好きな君に毎日会いたくて監禁したのに、君が逃げてしまうなんてショックでした。すっごい考えたんですよ。 快適じゃなかったのかなとかおやつ増やした方がいいかなお姉ちゃんのこと嫌いになったのかな君が辛いとお姉ちゃんも辛いですから <laughs> あ涙の跡が残ってますかうん本当は ちょっと泣いてました。<laughs> 聞こえちゃいましたか恥ずかしいですね。もう君に会えないのかなと思ったら悲しくて。あ、それでお姉ちゃんの前に出てきてくれたんですか <laughs> 帰ってきてくれたんですね。<laughs> ありがとう。<laughs> 君は本当に優しいですね。あの、もう一度、監禁してもいいですか帰ってきてくれたっていうことは、そういうことかなって。うん。でもやっぱり、外の世界の方が好きですよね。 いろんな方と会えますし、娯楽も多いですから。お姉ちゃんは、すごく嫌ですけど。君が望むなら、叶えたいです。本当に、お姉ちゃんのそばにいてくれるんですかあ <laughs> 嬉しすぎて。 なんて言えばいいか。ほんとに。<laughs> ありがとう。ほんとにありがとう。<laughs> 君のこと、死ぬまで大切にしますね。<laughs> あの、君って、 もしかして、お姉ちゃんのこと、好き、ですか <laughs> はい、調子に乗ってます。う <laughs> 嬉しくて。<laughs> そっか。優しいお姉ちゃんが好きですか。じゃあ、たくさん優しくしないといけませんね。君に嫌われるなんて、 嫌ですから。知ってると思いますけど、お姉ちゃんもね。君のこと、好きなんですよ。え <laughs> それじゃあ、帰りましょうか。あ、お腹空いてますかそうですよね。逃げるのも運動になりますし。 夕飯の仕込みは終わってますから帰ったらすぐに作ってあげますね君の好きなハンバーグですよえああはい毎日ハンバーグはつらい確かにすみません君がおいしいって言ってくれたからああ もう少しヘルシーなのとか、うーん、ラーメンとかですかあ、なるほど。たまにはそうめんも。ほうんうん。そっか。監禁生活ですもんね。秋が来やすいですよね。あ、季節感とかも考えてみますね。ん お姉ちゃんのご飯おいしいですか <laughs> これからも頑張りますね。<laughs> 今日はとっても忙しかったですね。ご飯食べてお風呂入ったら。 んーもう眠たいですでも君が戻ってきてよかった今晩は話しませんよ添い寝します朝まで一緒です君がいなくなってどのくらい寂しかったか まだわかってないんですね。お姉ちゃんは、本当に、本当に。はあ、君の匂い。落ち着きます。君がいない世界なんか、いらないんですよ。 でも、君がいれば、お姉ちゃんは、幸せ。ねえ、そこにいるいないの言っちゃやだよ。行かないでください。 お姉ちゃんのそばにいて。うん、あったかーい。君の匂い。 寝ちゃってましたあれ何してるんですか何でベッドから出たんですかダメですよ君はお姉ちゃんのそばにいなくちゃ許さないほら抱きしめてあげますから 君も寝てください外の世界もあの女のことも忘れてお姉ちゃんのことだけ考えてください。<laughs> 寝ちゃいましたか。 寝顔かわいい。そう。こうやって、お姉ちゃんのそばにいればいいんですよ。それが、君の幸せなんです。もう二度と逃げられないようにしなきゃ。鍵もたくさんつけましょうね。監視カメラも増やして。 いっそ、夕飯に睡眠薬を入れた方がいいですかね。眠ってれば、こんなに可愛いピ <laughs> クびくってした。でも、起きないですね。 君も疲れてたんですね。どうして逃げようなんて思ったんですかあの女に会いたいからバカですね。君、騙されてるんですよ。まだ。あの女は君のことなんか大切にしてませんよ。 リッチですから。今度、あの女の男関係を全部君に教えましょうかね。君は傷つくかもしれませんが。真実ですから。君は優しいんですよ。騙されやすいし。傷つきやすいですよね。 小さい頃からずーっと変わらないあの女からの告白を真に受けてお姉ちゃんが守ってあげますあの女も今度始末しましょうね君はこの場所に監禁して誰にも触らせない君はお姉ちゃんのものですから でも、次逃げようとしたら。<laughs> そんなこと、ありませんよね。君はお姉ちゃんの気持ちをよく知ってるから。でも、もし、もしも。 絶対に許さない。許しませんよ。許さない、許さない、許さない。君はお姉ちゃんだけのもの。お姉ちゃんのそばにいるんです。お姉ちゃんは君を愛してるんですよ。逃げるなんて、許さない、許さない。君は一生ここで監禁されるんです。それが嫌なら、嫌なんで嫌なんですか愛してるのに。 どうしてわからないのお姉ちゃんが世界で一番君を愛してるんですよあ起こしちゃいましたか何でもないですよ。ほら、お姉ちゃんの腕の中で、ゆっくり寝てくださいね。 おやすみなさい。